皆さんお疲れ様です。中年へ荻山です。愛理晴美でございます。今日はとても強力な仲間が加わるので早速ご紹介したいと思います。はい、はいはい、軍曹お願いします。けれよろしくお願いいたします。じゃあカメラに向かってご挨拶をお願いします。初めまして、中年 D こと伊達軍曹です。イエーイ初めてなんで簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、何を言えばいいのか分かりませんが、会社員を経て、そして出版の会社を経て、なぜか物書きになったんですが、中古車、しかも外車の中古車を専門にする物書きになって早15年ぐらいでしょうか。すごい。気がつけば、こんなことになってしまった伊達軍曹というものでございます。そうなんです。よく僕が車の雑誌で中古車の記事を書かれているのを見て、どうしても一緒にこの中年と中古車に出ていただきたいなと思ってオファーして、でこれからレギュラーメンバーとして一緒にやっていきますので、でその一発目として伊達さんが、伊達さんって呼んでいいんですよね。軍曹の方がいいですか。まあ任せます。どちらも私ですので伊達さんがすごい長くお付き合いされている BMW アルピナの専門店、ね、早速行ってみたいと思いますので今日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あ、敬礼ですか。じゃあ行ってみましょう。今日はですね、埼玉県入間市にある、中古の BMW アルピナのスペシャルショップアウトグランスさんにお邪魔しました。でこちらがアウトグランツのマネージャーをしております浜崎と申します。よろしくお願いします。しかしすごいですね、こんなにアルピナがある店って。そうですね、見たことないですけど、日本でもこれだけアルピナが揃ってる、はい、場所っていうのは多分ここぐらいしかないんじゃないかなと、ね、こちらは長いんですか。ですね、もう今22年目で今年の12月で、22年ちょうど。あ、そうなんです。でずっとアルピナの専門店。はい、でちょっと早速車見たいんですけど、これ伊達さん僕ら世代には E36 型3シリーズをベースとするアルピナですけど、はい、これの後のやつよりかこちらの方がいいですよね。そうですね、やっぱりすごいこう手がかかってるんですか。はい、うん、一応1993年式のお車なんですけれども、はい、売り物ですよね。そうですね、うんうんうん、はい、ホームページ見ると価格横断って出てたんですけど、はい、大体いくらぐらい。大体そうですね、やっぱり400万円前後とか。あ、それぐらいで。そんなもんですか。はい、B6 2.8 が400万ぐらいだったら、まあお安いですね。お安いそうですね。いやいや、これそのままで見るとこれの後の B3 だと、はい、ちょっとコストダウンの感触があるので、はい、まあ今更は別に買わなくてもいいかななんて、アウトグランスさんに怒られちゃうかもしれないですけどこれは本当にもうコストダウン主のもう補強されまくり、うん、エンジンも素晴らしい本当の名車なんで、これが400万円ちょいちょい、本当お買い得だと、ね、よいしょ抜きで思いますね。弊社でオールペンを、はい、アウトグランツさんの車は本当どれも綺麗に仕上げてらっしゃるんですよね、はいはい、900万ぐらいするのかな、ね、これ新車の時は確か990万ぐらいで。あ、そうなんですね。でこんだけ仕上げてると、しかも珍しいもう物があんまないんで、ですよね、5、600万かななんてなんとなく思ったんですけど、400万円ちょいちょいだったら、いや欲しいですよこれ。アルピナの ね、これステッカーなんですけどね。でこれがあれですよね、20本ホイールって。なんか他の中古車だったら別に多少傷とかあってもまあ味ってことでいいと思うんですけど、はい、アルピナの場合はやっぱり綺麗に乗りたいですよね。あ、この時代もう集中ドアロックなんですね。そうですね、はい、おお、一発だ。いい音、いい音ですねちょっと吹かします。すごい、すごい。これは直録ですよね、当然ながら。直録です、はい。距離はどれぐらい走ってるんですか。今これは16万キロ。16万で、はい、全然内装もやれてないですよね。そうですね、だいたいやっぱりダッシュボードとかもこうひびが入っちゃったりするんですけど、はいはい、ちゃんとこう脂肪の感じが残ってますよね、はい、ステアリングも変えてないんですか。ステアリングもそうですね、全然レザーの感じが、はい、やっぱりアルピナといえばこのこれはじゃあ22代目に作られてる、ね、そうでございます、はい、すごい。
正規輸入は50台ぐらいしかないらしいですね。そうですね。で世界でも180台しか。180台、はい、めちゃくちゃ希少ですね。これは自動なんですか？そうなんです、これが自動の電動シート。この当時はかなり珍しい。例えばこれが背もたれなんですけど、こういう感じで、もう自動だ。でこの年シートもちょっとこうセミバケットみたいな。そうです ね、 ね、はい、軽量感があります。これレカロシートっていう。レカロなんですね。やっぱアルピナといえばこういうなんか色のちょっとした細かいところが、ね、品がありますよね。まあ見た目はね、はい、ここにアルピナって入ってるだけで、あ、本当だ、まあ、あんまり BM の直録と変わんないんですけど、はい、乗ると違うわけですよ。アルピナがね、はい、バラして組み上げて重量交差の少ない部品でね、はい、もう全部やってるのやり直してるので、もう回り方の感触とかがもう別物なんですよね。400万円台か、いいな、買って帰ろうかな。包んでもらいますね。E36 本当に欲しいと思ってるんですよ、うんうんうん、このサイズがもうこういう車ってないじゃないですか、ね、どれも大きくなっちゃって、最近もう目も悪くなってきたんでね、こんぐらいのサイズがいいんですよ。いいですよね、はい、でこちらのお店はもう整備も自社で。そうですね、やられてるから、はい、まあ本当にいろんな細かいところ、ノウハウ二十何年のあれがあるから、もうお任せしとけば。そうですね、もう整備から全て。パーツはあるんですか？パーツはやっぱりこの前の3シリーズとかになるとさすがにこう廃盤になってしまっている時とかはあるんですけど、これぐらいの E36 ぐらいでしたらまだ全然。ここは OK って感じなんですね、はい。これの前の E30 も実は興味あるんですけど、さすがにもうパーツがちょっと出ないですか。そうですね、ですよね。逆に ⑱ ぐらいまで古くなっちゃった方があんのかと、ね、アメリカとかにありそうです ね、 ですね。僕よく取材で車買うんですよ。今まで2台か3台取材で買ったんですか。ランチはデルタインテグラルとメガーヌのルノースポール、あともう1台ぐらい買ったと思う。取材したやつを。じゃあ今日もぜひ、ね、ですね、ですね。これ実はマニュアルで6速の。お、珍しいですね、はい、左ハンドルのマニュアルだ、うん、これも色がまたいいな。アルピナブルーですね。あ、実は僕、はい、これの後期型乗ってたんですよ。マジですか、はい、ちょっと顔が違うアルピナ B3S、うん、それも6速マニュアルで、この色で。後期はちょっと目がこう釣り上がってる。そうそうそう、僕なんかだともうここでちょっと3シリーズ止まってて、その後どう変遷してってんのがよく分かんなくなってきてる。あるかもしれないですね。サイズもね、これの後から結構そこそこ大きくなって、今は結構でかい、うん、ですよね。昔の5シリーズよりかでかいのかな、ちょっと分かんないけど。あ、そうなんですね。このマニュアルトランスミッションがまた気持ちいいんですよ。あ、そうなんですね、はい、これいくらですか、値段出てるの。これはですね、36のちょっと上ぐらい。値段下がんないですね。僕がもう10年以上前にこれの後期型の B3S、はい、走行1万キロぐらいで買ったんですけど、はいはいはい、それが確かね600万ぐらいだったんですよ。でそれがこれの前期型で、はい、しかもあれから10年以上経っててまだ400数十万。アルピナ値段があんまり下がりませんね。ちょっと相場を見たらですね、うちだとちょっと安すぎる、はい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 、っていうのでもうちょっと値段上げようかなって今社長とちょっと悩んでる。じゃあ早めに連絡した方がいいですよ。、はい、考えてる人は。マニュアルだとね高くても買いたくなる。そうですよね、ですよね、うん、左ハンドルマニュアルってもう絶滅危惧種でもありますもんね、うんうん、まあ左ハンドルであることにいろいろと批判もね、うんうん、あるとは思うんですけど、うんうん、まあ中年はどうしても左ハンドルへの憧れというのはまあ捨てきれないですね。のありますね。綺麗だな、うん、これはいいですね。サンルーフもついてるんですね。このやっぱなんか本当もまたいいですよね。このアルピナのね後ろまでこうストライプが入ってるんですね、うん、このストライプは銀のストライプもあるんですよ。はいはいはい、はい、何が違うんですか。いやまあ色が違うだけなんですけど、はいはい、でオーナーが選べるんですけど、僕買った時このアルピナブルーにはシルバーのこのアルピナストライプの方が、はい、渋くてかっこいいなと思ったんですけど、やっぱ男は分かりやすさだろうと思ってあえてゴールドにしました。あ、これがシルバーですね。そうですね、はい、そっかそっか、これはシルバーのボディにシルバー入れて、うん、これをシックでおしゃれです ね、 ね。この隣がまた次の世代の次の世代の3シリーズのツーリングタイプ、ステーションワゴンなんですね。
こちらはディーゼルです。あ、ディーゼル、あ、はい、もうこの世代からレザーになってますね。本当だ。しかもこの値段6万キロで348万。36と46はちょっとこうプレミアになってきてて、ね、この辺は順調に価格が落ちてくると、はい、ただこの先もやっぱアルピナっていう価値があるから、もっと上がっていくと。じゃあ手に入れるなら今のうちだよな。まあ顔がだいぶ変わったから好き嫌いはあるんでしょうけど、うん、しかもワゴンだったらね、家族にも喜ばれるし、うん、お父ちゃん運転しても楽しいし。そうですね。こちらはさらにお安い318万。でもまあもちろんこういったのもね悪くないですけど、はい、中年はやっぱりあっちかなと僕は思いますけどね。36、はい、そうですよね。もう佇まいからしていいじゃないですか。もうボンネットが開いてあの感じからしてもすげえかっこいい。かっこいいですね。アルピナブルーにシルバーのストライプ入れたと思う。あー、エレガント、はい、距離も2万2000キロぐらい、かなり極上な。でこの価格です、はい、でもやっぱりこう7だけにいろいろ消耗部品とかが高いから、そうですね、ランニングコストはちょっとエンジン関係でやっぱりトラブルがあったりっていうのはあるんですけど、車好きってだいたいアルピナ一度は欲しいなって思うじゃないですか、うんうん、ただその玉数がないから、うん、比べらんない、はいはいはい、で一体これは高いのか安いのかよく分かんなくて、うんうん、でもここに来ると各世代のがあって、そうですね、でその中の相場感とかも分かるし、うん、であと、ね、メンテナンスも安心だから、うん、めちゃくちゃいい店ですね。そうですね。これはちょっと言っちゃっていいのか使われるのかどうか分かんないですけど、はい、社長さんが前おっしゃってたのは結構、はい、まあ、こういう新しいやつはさて古いやつアスクに多いじゃないですか、うんうんうん、それは別に隠してるわけじゃなくて、うん、なんか価格をすごい真似されるのが嫌っていうか、なんつったらいいのかな、こう相場が合ってないような、はいはいはい、あまりにも希少で、うん、うわ V8 ですね。 V8 のスーパーチャージャー、スーパーチャージャー。なんか昔の E36 世代のエンジンは、はい、BM のエンジンとあんまり見た目は変わらなかったけど、うん、この世代になるとキラキラしててかっこいいですね。なるほど。そっか、これはちゃんとディーラーでニコルジャパンモデルが入ってるんだ。 BMW もいい車ですけど、ね、うん、やっぱり乗り比べるとああやっぱり別物なんだなっていうのが本当一瞬で分かる感じですね、うん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 、それはやっぱり中古でも感じますか。感じますね。ちゃんと味が残ってる。もちろんボロボロの中古車だと、はい、もう点でダメですけどちゃんと直して仕上げてある、うん、アウトグランツさんで売ってらっしゃるようなものだったら、うん、おーこれがアルピナってすぐ分かると思います。オープン。あー、なんとも上品ですね。真ん中も乗れますね。これは何でしょう。おー、ドリンクフォルダーでした。古さが感じられません。シガーのソケットがあります。皆さんこんなの見たことあります。ナビがこんなに奥にあります。吹き出し口がありまして、あら、何でしょうこれは。電話です。こちらは小物入れ。そしてお、シガーですね。こっちこの子お、でドリンクホルダーに蓋がついております。こちらは電動で操作ができます。こんなに大きいエアコンの吹き出し口があります。この前列はアルピナじゃないので、はいはい、一応ちょっとあの社長の意向でこう BMW を置くことで、はい、ちょっと入りやすい。あ、なるほどなるほど。コスパのいいエントリーモデルをミニも置いてるんですけど、あの M5 はこれも、これもかなり希少で、左ハンドルの白シートの、うわエロ。これはいいですね。これはいいですね。エロいっすね。このグレーの地味な感じで見せといて、実は白レザーシートの。真っ白の。で、前オーナーさんがやっぱりすごく大事に乗る方だったんで、こういうのではジーパンで乗っちゃダメですよね。色がついちゃいますもんね。いくらでしょうね。500と見ました。どうでしょう。マジですか、そんな安いの。いや、わかんないですけどね。なんか今時1200万ぐらい ついててもおかしくないよね。あ、そうか、でも数が少ないから。いや、わかんないですけど。もしかしたら、うん、ちょっと高いのかもしれないですね。でもまあ、私は500と見ました。すごい。
と青みがかってめっちゃ青みがかってる、ね、エレガント。ちなみにこれはおいくらなんですか？これはですね、はい、だいたい乗り出しで570円。新車で1500万とかもうちょっとするともうちょっとしたんですよね、はい、これサイズ的には多分今の3シリーズとそんなそんな変わんないですよね。そこまで大きくはこの M5 白シートの M5 買った方がいいんじゃないですか。これ距離もだって 3.5 万キロそうですね。いや非常に希少で左ハンドルがオーラがありますし、あと乗っても絶対これ楽しめますし、はい、ちょっと座ってもいいですか？あ、もちろんです。アルピナとは違ってやっぱり M なので、はい、またハンドルの内側のステッチが M の M のカラーなんですね。で、ここにパドルがあるんだ。パドルシフトが似合ってますよ。ありがとうございます。どうですか？帰りにこれ乗ってた。いや、こんなの乗れたら最高に幸せじゃないですか。機関系もすごく良好なのでちょっとぜひエンジンかけていただいて、はい、もう見るからにこれなんかこういいオーラ、いいもののオーラが出てますよ ね、 ね。ブレーキ踏んでいただいて、はい、本当だ、3万5千なんてね、まだまだですよね、はい、そうですね。これブランツさんで仕上げもしてらっしゃるんでしょうけど、すごい綺麗ですよね。綺麗ですね、はい。あのオーナーさん、ちゃんとしてたんだな、うん、これも V8 です、ね、V8 です。いや、これ内装めちゃくちゃいいですよ、ね、スピーカーがアーバンカーボン。このウッドの色のチョイスも絶妙ですね、この最初のオーナーの方は。エアコンの吹き出しと、うん、シートヒーターとかついてるんですか？シートヒーターはついてないんですよ。あ、ついてない。はい、ただ左右でエアコンの調整がこっちとこっちできるんだ。その下のポチは何ですか？あ、なるほど、懐かしのライターね。今はなかなかないですからね、うん、V6-2.8 スラッシュ2の次にいいですね。まあ、多分社長、はい、あ、いいって言ってた。あ、本当ですか？あ、じゃあ、どうぞ。すごい、さすが。さすが。乗れるんですか、これ？あ、今撮ってるんですか？はい、はい、じゃあ通常はあまりないことですが、こちらの社長、加藤社長と長年のお付き合いがさせていただいているので負傷を立て運転させていただきます。わあ、嬉しい。さすが中古車ライター歴25年中古車記者歴25年です。すげえ。楽しみです。嬉しいな。この匂い、ね、アルピナの匂いですね。アルピナの匂いですか？ちょっと臭いんですよ、ビデオで。それがまたこの時代のドイツ車ってなんかみんなこの匂いしますよね。そうですね、この手の匂いですね。124乗ってた時もこの匂いがして、でこのその中でちょっとなんか 何かは分からないですけど、はい、ちょっとしたえぐみがあるんですよ、アルピナの内装。僕もが乗ってた B3S もそうだったんですけど、はい、いや、このえぐみがね、慣れてくるとこれなかなかどうして。いや、後ろ十分広いですよね、足元も。36なんてもう今やすごいちっちゃい車じゃないですか、はい、でも後ろ広いですか？全然大丈夫です、ね、じゃあいよいよ新車の3シリーズなんか買ってる場合じゃないですね、はい、伊達さんのドラポジで僕の膝が、はい、2個拳入って、頭上は1個。広い、それは。男2人のポジションで、はい、こんだけ余裕があって十分。早速じゃあ行ってみましょうか。お願いします、はい、オートマチックトランスミッションなのがね、ちょっとだけ残念ですけどね。これのマニュアルもあるんで、あとさらにいいんですけど、でもまあオートマでも良しとしましょう。でオートマの様子も悪くなさそうですね。おお、ちょっと最近の車に慣れすぎて。お、この振動が来ました。ハンドルがパワステなんだけど、この重いのがいいですね。走り始めて、これ住宅街ですからゆっくりそろそろ走ってるだけですけど、全体僕はものすごいしっかりしてるし、うん、いわゆる足回りのブッシュ、エンジンマウントみたいな、あ、今のとこ曲がるんだったら間違えた。しっかりしてる感がありますね。してますね、こ
これは普通に乗れるでしょう。オートマもね、さっき変速した時全然問題なかったですし、うん、やっぱりこのシルキーシックスの片鱗をちょっと走ってるだけでも感じられますね。今ね、時速これ30キロぐらい、はい、すげえ他の車とは違う感じ。これでもビンビンに私今感じてますよ。後ろでも感じますよ。やっぱエンジンの回り方がね、そうですよね。後部座席ね、結構感じますよね。うん、すごい滑らか、うん、いや懐かしい。この車乗るの多分15年ぶりぐらいなんですけど、15年経ってもこんだけ調子があんまり変わらずいい感じで乗れるってのはやっぱ素晴らしいですね。もともと丁寧に作られてるのにプラスしてしっかり整備されてるということで。92年ですね。93ですね。3年間でとはいえ、まあ30年だもんね。そうです。エアコンも結構効いてます、ね、普通に効いてますね、超涼しい。そして最近の車に慣れすぎちゃって、ここにナビがないとわけがわからない。おいば動いちゃう。30キロで走ってるだけなのにこんだけ気持ちいいっていうのはどういうことなんでしょう。普通の E363 シリーズの中古車だと多分こうは思わないと思いますよね。基本的なそのサスペンションの形式とかは普通の3シリーズとは一緒なんですね。一緒です。ただやっぱその組み立てとか部品の精度が全然違う。そうですね、ちょっとそのブッシュとかもアルピナ専用ですし、でショックアブソーバーも違ったと思いますね、この時代は。いいですね。そうですね、全然悪くないですね。でこれ私が15年前にちょうどこのアウトグランツさんでお借りして、うん、その雑誌の表紙用に使わせて試乗させてもらったのはマニュアルで本当に良かったですね。俺も買って帰ろうと思って、ちょっと当時はお金なくて買って帰れなかったんですけど今日はあるんですか、お金。今日は頭金ぐらいは頭すげえ、はい、念のため持ってきました。じゃあ預けていきますか。ね、いや本当ね、繰り返しで申し訳ないですけど、E36 のこういうスポーツモデル前から欲しいと思ってたんですけど、このサイズとこの性能のこのバランスが本当に今の車にはない素晴らしい点だと思うんですよね。伊達さんが考えるアルピナの魅力ってどこにあるの？なんでしょう。まあ希少性ですよね。あまりアルピナってそもそもいっぱい作ってないですけど、数が少ないですけど、買う人もあんまりいないじゃないですか、率直に言って。でもだからこそいいという、もう俺はお前らとは違うんで一緒にしないでくれという感じを分かりやすく伝えられるというんでしょうか。で乗ったら乗ったでまたいいし、そうですね、爆発的に速い車でもあるんですけど、でも非常にこう滑らかなので、若い人にはねちょっと物足りない部分あるかもしれないですよ。僕がその B3S を買ったのが確か30代の終わりぐらいで、はい、いい車だと思ったんですけど、ちょっと実は物足りない部分があって、 M の方、激しい M の方が良かったなと思ったんですけど、もう完全なおっさんとなった今となってはこのアルピナの滑らかさがたまらなくいいですね。いや素晴らしい車でした。さすが中古車記者歴25年だけあって、運転も丁寧ですね。ね、いたわりつつ売り物ですから。ありがとうございます。はい、いや、いや最高ですねこの15年前に別の個体ですけど、はい、加藤さんに乗らせていただいたんですけど、はい、その時と同じぐらい滑らかで速くて素晴らしいですね。ありがとうございました。あ、いいえ、こちらこそありがとうございます。堪能できましたね。素晴らしかったですね。最高でした。とはいえ中になんかもっとすごいのがすごいのがあるという話なので、はい、これも相当すごいですけ けどさらにすごいのが、すごいのさらにすごいのが、ね、ということで次回は中のお宝をまた拝見させていただきます。はい、引き続きよろしくお願いします。